皆さんこんにちは。今回はお金の使い方を見直す時の3ステップについてお届けをします。この動画を最後まで見ていただきますと、自分だけに合ったお金の使い方がわかります。では早速この3ステップをね、最初にお伝えをしていきたいと思います。まず最初のステップが価値観を明確にするです。で、2番目のステップですね、価値観を満たしたものには引き続きお金を使うです。で、3つ目のステップですね、ただ欲しいっていうね、なんかそういう衝動的な欲求を満たすために買っている、つまり価値観を満たしていないものにはお金を使わない、断捨離をするっていう、この3つのステップがお金をお金の使い方を見直す時のステップになります。で、キーワードが価値観になります。で、お金の、ね、使い方と価値観ってどういう関係性があるのかっていうところなんですが、むやみやたらにお金を倹約するっていうのは、実はお金の使い方を見直す時には良くない見直し方なんですね。っていうのは、我慢するっていうのは長続きしないので、いつかこの爆発しちゃうんですよね。で、自分が価値を感じないものも買っちゃったりだとか、ストレス発散のためにどんとね、大きなお金を使っちゃうっていうことになるので、それは避けてください。で、なので自分が価値を感じるものには引き続きお金は使い続けるっていうのは前提していただいていいんですね。で、見直すポイントっていうのが、自分が価値を感じないところ、つまり価値観を満たさないところを見直すっていうところです。で、なのでむやみやたらに契約するのではなくって、価値観を満たさないものにはお金を使わないっていうことなんですね。で、これむやみやたらの契約と何が違うのかっていうところなんですが、実は価値観を満たさないものをお金を使わなくなったとしても、私たち の, 幸福感とか充実感ですねっていうのは変化しないんですね。で、一方で価値観を満たしているものにお金は引き続き使い続けても OK っていうことなので、価値観が満たされると充実感、満足感っていうのは私たちは感じるんですね。なので、このステップですね、まず自分の価値観を明確にする、で、その価値観を満たすところにはお金は使い続けるので、充実感とか幸福感は感じ続ける、ストレスも発生しないっていうことですね。で、一方で、欲求、ただ欲しいっていうことだけでお金を使っているっていう場合、価値観を満たさないところにはお金は使わないっていうふうにしたとしても、ストレスっていうのは感じないっていう、私たちの脳の仕組み的にはそうなっています。なので、お金の使い方を見直す時のポイントは、価値観を満たすのか満たさないのかですね。ぜひこのポイントを押さえていただいて、3つのステップに沿ってね、お金の使い方の見直しをしていただければなと思います。じゃあ最後にね、3つのステップおさらいをしますと、まず最初に価値観を明確にするですね、自分だけの価値観を明確にする。2つ目のステップとしまして、価値観を満たしたものには引き続きお金を使う。で、3つ目のステップは、価値観を満たさないものは断捨離する、です、お金は使わないっていう、この3つのステップに沿ってお金の使い方を見直してみてください。はい、では本日は以上です。ありがとうございました。